スコットランドの主な地区分。中央定地、セントラルローランド、あるいはミッドランドバレーはスコットランド南部の地質学的に定義される比較的標高の低い地域。中央定地は北側のハイランド境界断層と南側の南部高地断層に挟まれた地高帯からなっている。中央定地は北側から北西側に位置するハイランド及び島諸地方。 南の断層線の南側に広がる南部高地とともにスコットランドを三分割する地理区分の一つであるエディンバラにあるアーサーの玉座中央低地は大部分が古生代の地層の上にあるこの地域にある堆積岩の多くは経済的な意義を持ちこの地域に見出された石炭と鉄鉱石がスコットランドの産業革命を推し進めたこの地域では 火山活動の痕跡も見られ、エディンバラにあるアーサーの玉座は3億年ほど前の石炭期に遥かに大規模な活火山があったことの痕跡である。おおむね低地が大部分ではあるが、オーヒ昼丘陵やキャンプシーフェルなど丘陵も多く、周辺に丘陵がないという場所はほとんどない。スコットランドの他の地域と同様に全域が更新用の氷期における氷河の影響を受けている。 ハイランド教会断層は、南西方のアラン島のロホランザから、ビュート島、ヘレンズバラを通り、アンガス州のストラスモアの北の教会を通り、北東方のストーンヘーブンに至る。この断層は、カレドニア増山運動の時期に活動的であり、それは、オルドビス期の半ばから、デボン期の半ばにかけて、すなわち、 イアペペゥス海が閉じられていった5億2000万年から4億年ほど前の時期に生じたプレートテクトニクスにおけるプレート同士の衝突によるものであった。この断層によって中央低地には深さ4000メートルに達する大規模なリフトが生じ、さらに垂直方向の変動が起こった。この垂直方向の運動は、その後水平方向の先端運動へと移った。 南部高地断層は西方のリンズオブ、ギャロウェイからエディンバラから30マイルほどの東海岸にあるダンバーへと走っている。肥沃な低地の農業的地と経済的価値の高い石炭や鉄鉱石の堆積がもたらした高い生産性は中央低地の人口密度をスコットランドの他の地域よりも中密なものとした。グラスゴー、エディンバラ、スターリング、ダンディーといった 主要都市はいずれも中央低地にあり、スコットランドの人口の過半はこの地域に住んでいる。ありがとうございます。